こんにちは。英語推薦入試専門塾、コスン教育ラボ副代表のトモコと内田智之です。こんにちは。本日は、アジア大学都市創造学部、都市創造学科受験しました吉田さんに来てもらってます。で、受験の際に、どういう対策をしたかとか、どういう気持ちになったとか、そういうことを含めてちょっといくつか質問したいのでよろしくお願いします。で、まず一つ目が、アジア大学都市創造学部、都市創造学科を受けた理由を教えてください。私の将来の目標が、人が暮らしやすい街を作ることで、その街づくりを自分が興味のある経営学から学ぶことができるので、アジア大学の都市創造学部、都市創造学科を志望しました。じゃあ、そのために準備したことって何ですか？1つ目が、成功推薦を取るために評定平均を上げたことです。2つ目は面接の練習です。じゃあ、その評定平均を上げるために努力したこと、具体的に何やりました？提出物をちゃんと出すことと、授業をしっかり聞いて定期テストの点数を取ることです。で、それで？それで3年生の最後の試験で評定を0.2上げることができました。いいですね。で、あとちなみに、面接をするにあたって、なんか自分で努力したこととかってありますか？面接をする際になんか努力したことってあります？こういうこと気をつけたよとか。どの質問から聞けば答えられるような準備そうだよね、そうだよね。一緒にいっぱいやったもんね。はい、わかりました。じゃあ、塾に入って良かったことって何ですか？面接での答え方とか、小論文の書き方を指導していただいたり、面接での内容を一緒に考えていただけたことです。頑張ってくれたもんね。じゃあ、最後に受験生に、これから受けるって子たちに一言言ってあげてください。評定平均は高い方が英語推薦でも指定校推薦でもいいと思うので、定期テストは頑張った方がいいと思います。ありがとう。じゃあ、これからも大学生になっても頑張ってください。では、吉田さんでした。